本日はテーマがイノベーションで勝つということでございますので、私ども現在ネスレジャパンの方で進行しておりますネスカフェにおけるですね、イノベーションビジネスモデルのイノベーションのお話をご紹介させていただければというふうに思います。我々のネスカフェのこのビジネスに対するブランドビジョンで、これはたくさんの人に愛される、非常に特別なですね、コーヒーの体験というものを与えてくれる、革新的なコーヒーブランドに変えていきたいという強い、思いがございます。そこで考えましたのは、ネスカフェシステムインサイドという新しいコンセプトのストラテジー戦略ですね。これは何かというと、インテルインサイドが基本的な私の発想の原点ですね。このシステムを非常にオポチュニティの高い120億杯も消費するオフィスに置けないかと、これが実は後ほど説明するネスカフェアンバサダーという新しいプログラム、それからまだ7万店ぐらい個人のカフェレストランを経営されている方がいて、その方々にもこの新しいミラノマシンを入れていただいて、ネスカフェの看板を掲げていただくことで、我々がネスカフェの販売促進費で実は個人のそういうレストランをサポートすることができるんではないか、さらには我々が得意としているスーパーマーケットのようなリテール、日本のお客様も非常に年齢が高齢化していって、お店に行って、ショッピングした後で腰を下ろしてコーヒーでも飲みたいというニーズが非常に強い、それで私どものこのコーヒーのマシンを置いていただくことで50円100円ワンコインでコーヒーを美味しく飲んでいただける、こういうことで、3つのチャンネルでアウトオブホームで、戦略を、作ったわけですね。消費者の方がこのアンバサダーの仕組みを知ってインターネットでクリックして登録をしていただけるとですね、自動的に私どもの方からバリスタマシン1台と小さい貯金箱セービングボックスが送られてきて、我々のセールスがお伺いして説明をして、でそのアンバサダーが自分のクレジットカードで商品を購入していただいて、ダイレクトでそれがオフィスに届いて、そして職場の人がみんなで1杯ずつコーヒーを飲むときに20円ずつ入れていく、そうするとクレジットカードで1ヶ月後に引き落としが起こる前に大体お金が集まっていると、こういう仕組みなんですね。ですからこのアンバサダーというのは実は私どもの販売代理店になるんですが、一切給料リミナレーション払ってないんですよね。彼らの意思だけでやってくれたって、年に3回ほどこの人たちをネットで募集して、全国大きな都市でサンクスパーティーっていうのをこういう大きなホテルの会場でやってます。一番大きな目的はやはりコミュニティを作るということですね。これをスタートしてからですね、面白いことにリテールのビジネスに大きな反響がありまして、っていうのは毎日150万人から200万人の人が今オフィスで飲んでらっしゃる。そうすると今までネスカフェバリスタを知らなかった人たちが、自分も欲しい、家に欲しいから買いに行かれる。バリスタマシンの売り上げがもうスタート当時は 200%、今は 150% ぐらいでずっと動いています。ですからあまり大きな販売促進が何もいらない、毎日オフィスがデモンストレーションの場なんですね。この3つのプログラムをスタートして、アンバサダーは去年1年間で10万人、1ヶ月に1万人増えておりますので、正式に言うと先月2月までは今12万人、このスーパーマーケットの中にお店を作るっていうのが半年間で1000店、そして一般のコーヒーショップで私どものマシンを入れていただいたっていうのが3ヶ月で100店、これ全てで去年実は1年間で新たに10億杯1ビリオンカップスの新しい需要をネスカフェで作ることができましたが、このうちの8割はここから来てるんですね。我々本当にこのアンバサダーはじめシステムインサイドの戦略が功を奏したというのは、琴浦先生がいつもおっしゃってる、マーケティング 3.0、いわゆる製品センドリックでもなく、コンシューマーセントリックでもなく、何が本当のコンシューマーのバリュー、
なのかというものを、まあ、見たときに、21世紀の日本は非常にファミリーから子に消費が移り、そしてたくさんの老人の方々、一人住まいの方が増えていったり、あるいはオフィスでもインターネット、メールが普及して、実はコミュニケーションがどんどん減っていってる。そういう中でネスカフェのビジネスモデルがコミュニケーションを新たに作っているっていうことが、実は新しい、まあ、価値だったんではないかと。でおそらくは来年のこの会にはですね、もっとたくさんの素晴らしい、日本の企業の、マーケティング 3.0 に沿った成功事例がご紹介されることだと思いますが、今回私どもの方からこの例をご説明させていただくことを非常に光栄に思っております。本日はご清聴ありがとうございました。